いつもありがとうございます。小さな味噌屋さんキッチンです。大根がね、美味しい季節になりましたよ。安く出回ってますね。大根を使って王道の風呂吹き大根を作りましょう。それでは始まり。さあ、ぶっちゃけね、風呂吹き大根はね、味噌が作れればね、もうね、できたも同然です。簡単なもんですよ、風呂吹き大根。ぜひね、作りましょう。まず大根です。お米のとぎ汁でまず下茹でしますよ。太い輪切りにして隠し包丁を入れます。片面ですね、下までがっつり切り落とさないで、火が通りやすいように隠し包丁入れます。角を落とす、これ面取りって言います。これ煮崩れをね、する防止みたいな意味がありますけど、家庭用だったらね、そこまでする必要はないですね。で、この皮がね、いっぱい出ます。これね、後で使えますからね、取っときましょう。さあ、まずひたひたの米のとぎ汁、これね、米のとぎ汁がなかったら、ただのね、水にね、ちょっとだけお米を落とすだけでもいいですから、粒をね、米のとぎ汁っぽいやつにして、その方がね、えぐみがなくなるんだと思います。竹串がスーッと入るまで茹でます。そこはしょっちゃダメです。竹串がスーッと入るまで下茹でする、これははしょっちゃダメですよ。1時間くらいはね、もしかしたらかかるかもしれないですね、これ下茹でするのに。水から入れますよ。大根下茹でができました。昆布の出汁で炊きます。茹でただけの大根よりやっぱりね、出汁でね、ちょっと炊いてた方がね、美味しいと思いますね。昆布の出汁がなかったらもう昆布茶でもいいです。で、私はね、昆布とカツオで取った出汁があるので、その出汁で炊いてます。竹串が入るまで柔らかく、大根は煮えてますから30分ぐらいですか、炊いて、その煮汁の中でほったらかし冷やせば、中にね、味は染み込んでいきますから、そんな風にしてみてください。ここからですね、味噌です。味噌作りましょう。味噌、茶色い味噌は八丁味噌で作ります。分量はこちらです。全部ね、お鍋に入れて火にかけます。中火かな、中火よりちょっと小さい火かな。木べらでかき混ぜます。焦がしちゃダメですよ。鍋肌からね、ちょっと離れてきます。卵が入るでしょ、火が通ってくるとね、ツヤっぽくなるって感じですかね。さあ、このぐらいです。この後瓶の中に入れて保存できます。冷凍庫でね、保存すること可能ですよ。硬くならないです。すぐにね、使える硬さで、食べる前に自分の好きなゆるさまで大根炊いた出汁があるでしょ、それでね、少し伸ばしてください。トローンってかけれるように、硬さをそれで調節します。白色の味噌は白味噌で作ります。分量はこちらです。同じようにお鍋に入れます。焦げないように火にかけて、木べらでね、四重かき回してくださいね。そこが焦げつかないように四重を混ぜます。火が通ってくるとね、鍋肌からね、離れてきますね。火が通りすぎると焦げてきちゃいますから、そこそこのとこでもうやめましょう。さあ、これも瓶の中に入れて冷凍保存可能です。食べる前に出汁で緩めて、好みの緩さにしましょう。この白い味噌の中に茹でたほうれん草混ぜると緑の味噌になります。プラス色だけじゃなくって、春になって木の芽を入れると木の芽の味噌になりますよ。これ白い味噌、できた味噌とほうれん草の茹でたやつ、木の芽、これをフードプロセッサーに入れます。で、ドロドロにします。綺麗な緑色の味噌ができます。風呂吹き大根に茶色い味噌、白い味噌、緑の味噌、3色の味噌をね、かけても色がね、とっても綺麗で、出すとね、みんなわーって喜ぶと思いますよ。さあ、風呂吹き大根、味噌さえ作っておけばね、簡単ですからね。味噌は冷凍しとけばいいんだし、ぜひやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。